どうもこんにちは。 FX オリガルヒをご覧の皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、今回はね、一般公開動画でお届けしますんで、特にくくりをつけなくてもよかったんですけども、夏になってですね、7月8月と2ヶ月間プロモーションの方をさせていただきました。 FX オリガルヒが始まって1周年が来ましたんで、通常は1ヶ月ぐらいのキャンペーンなんですけども、今回は2ヶ月間特典価格で FX オリガルヒの方を紹介させてもらいました。多分ね、この価格でやることっていうのはもう二度とないと思いますし、もうすぐね、新しい FX オリガルヒの販売の、フォーマットが決まるんですけども、価格としては FX オリガルヒ単体で58万という形になると思います。これ何の特典もつかずにです。ですんで、ここまでに FX オリガルヒをね、特典一つは値引き特典ですよね。 FX オリガルヒの最初の価格29万8000円でご案内した方もいると思いますし、49万8000円という FX オリガルヒの現行の価格に特典として初級編中級編の2つのコンテンツ、メールマガジン形式のコンテンツですけども、こちらをお付けした方もいると思います。大体ですね、経験のある方は29万8000円のコースで、経験のない方は基礎から学んでいただきたいので49万8000円のコースっていうふうに選びやすかったんではなかろうかと思います。あとはね、ちょっと例外的なんですけども、基礎用語は自分でやるからテクニカルの方からやってくれませんかってことで、39万8000円のコースっていうのもね、一つ臨時で設けてですね、そちらの方をご案内した方も何名かいらっしゃいます。なんだかんだで7月8月合計でね、7名の方が入ったんじゃないかな。で、まだ決済されてない方、もうちょっと3、4日後で週が明けたらお支払いしますっていう方がいて、手続きがまだの方もいらっしゃるんですけども、7名の方じゃないかなと思いますよね。で、大体私のペースだと1ヶ月に1人か2人の新規の方がいらっしゃるぐらいがペースがいいんですけども、要するに FX オリガルヒってね、卒業生も出てくるんですよ。実際の卒業ってのはないんですけども、もう自力でやっていけるようになったら FX オリガルヒのコンテンツサポートをね、別に10年受けなくても離脱して自分のことやればいいわけですからね。そういうことを考えると、 FX オリガルヒをいかに早く必要ないようなトレーダーになるかっていうところも一つの目標になると思います。でも歩みってのはみんな違いますから、ね、3ヶ月でできなければ6ヶ月、6ヶ月でできなければ1年、1年でできなくても FX オリガルヒなら2年目とか3年目に挑戦することもできて、別に追加料金もいらないわけですよ。逆に新しいアプローチの教材をどんどん出しますので、学びやすくなるでしょう、ね、でそういった形で考えていくと、 FX オリガルヒに入って突発的な事情で3ヶ月間どうしてもトレードから離れなくてはいけない、6ヶ月間出張でできない、1年間は介護の方に入ったんで、親の介護に入ったんでトレードを離れてた、でも手が空いたんで戻ってきましたっていう時に、 FX オリガルヒは同じペースでやってますからね。年間で1500のコンテンツをお届けするということは、1日に5、6個のコンテンツが新しく作られてるってことなんですけども、実際にできてるでしょ。だからね、更新頻度はほぼリアルタイムなんですよ。それこそ例えばね、朝6時の更新をする時ってのは6時10分にはもう見れるはずなんですよ。そのぐらいのペースで修正も早いっていう形になってますんで、一日べったり張り付くとね、本当に更新がこんなに助かることはないなと思いますよ。例えば今週なんですけども、今年が始まって35週目に当たりますけども、月火水はテクニカルで回るよって言ったところ、火曜日水曜日とずっとテクニカルまでね、回ったんですよね。で、木金は多少動きましたけども、そうなってくると火曜日に私が相場解説をした時に、もうすでにエントリーポイントが明確になってるんですよ。で、図に書き込んで、ここを超えたらバイでブレイクしますよって言ったら、そこをめがけてエントリーすればいいわけでしょ。ですんで、極端な話、これはやってほしくないんだけども、私のトレードをなぞっても勝ち越すことができるわけですよ。でも私のトレードをなぞっちゃダメですよ。参考にするのはいいんですよ。考え方を吸収するのはね。なんでなぞっちゃダメかっていうと、私が必要ないぐらいに自分の力を高めていかないといけないからなんですよ。当面のお金が欲しい場合は、それはね、私のね、トレードをコピーするのもいいかもしれませんけども、それでも勝率は 100% じゃないことは覚悟してくださいね。勝ち越すことはできますけども、っていうか勝ち越し続けてはいるんですけども、でもたまたまやった3回が3回とも負けってことはないかもしれないけども、あるかもしれないんでね。
それはね、私と同じようにトレードをすれば基本的にはいいんですけども、瞬間的なトレードを真似てもダメですからね。はい、というところでね、いろいろと話しましたけども、 FX オリガルヒの、夏のキャンペーン、1周年キャンペーンが終わりまして、またね、秋からの価格改定でちょっと値段が上がった FX オリガルヒをご案内する日までごきげんようということでございます。それでは FX オリガルヒにご参加してくださった方はもう始まってますんでね、じっくり、やっていってください。基本的には土曜日も日曜日もコンテンツの更新はありますんで、見に来ていただければと思いますけども、FX だけで生きてるわけじゃないんでね、FX に追われないようにしてください。他のこともやらないといけないでしょ。で、バランスを取らないと FX ができなくなっちゃいますから。だから FX だけに特化しちゃうと今度他のことがおろそかになって、そっちからバランス崩れていきますからね、ご用心でございます。仕事も忙しいと思いますし、最初は副業ということで週に1回自分の得意な日とか絶対に FX をやるんだっていう日を確保するところから徐々に広げていって、将来 FX が本業になったら今度は割と時間の余裕ができてくることに気づくと思います。それではね、長い付き合いになると思います。よろしくお願いします。